疲れ様でございます。ここら辺から撮影始めるの久しぶりちゃうかな。まあ別に誰も求めてないでしょうけどね。ここね、角にね、焼肉超特急ってあるんですけどね、390円からって書いてあるんですけどね、美味しいんでしょうか。なんか結構土日とか人いてますね。安いけど美味しいのかどうなのか、まあ、そもそもあんまりね焼肉食べに行くことないんでまあおそらくまあ行かないだろうと思いますけどもね。わお、右折車線にビアンテが張り出してやがるぜ。そうやな。え、まあ、焼肉はそんなに食べれないと。そうそう、まあね、これね、撮影日が、まあ、10月の末なんですけど、ちょっとあの編集が追いついてなくて、多分結構間が空いてからになると思うんですけど、先日ね、一昨日かもう急に朝起きた瞬間からまた体調悪いと、またなんか体の様子がおかしいぞと。でまあね、とりあえず熱、体温計常にもう持ち歩いとるんで、カバンの中入れとるんでね、リュックの中に。体温を測ってみたら37度ぐらいあったんですよね。でこれあかんと。でまあ配達先の近くのねドラッグストア行ってね、車を買ったんですよ。車ちゃん薬買ったんですよ、薬。そうなんかね、ドラッグその薬剤師さんにね、何がええんでか言うて、こうこうこうで症状困難なんですけど言うて、僕今までねドラッグストアで薬買う時にあんまり相談したことなかったんやけど、ちょっと相談してみたの。ならね、どういう症状ですか言うて、いやもうね関節痛と体のだるさと発熱です言うて、ああそれやったらその総合風邪薬よりも、まあ、解熱鎮痛剤の方が良いのではないですかと。でまあこれ一番なんか容量も大きいですしおすすめですよって言われたのがこれなんですけど、リングル IB ん IB とかいうやつ、このイブプロフェンっていうのが陽酸入ってるってね、 600mg って書いてあるんですけど、これ容量見たらね、イブプロフェン200なんですよ1錠。多分ですけどこれ第1類で、あ第2類や、おそらくですけど、なんか市販の薬多分容量決まったんだよね、最大の。それで陽酸容量入ってますからって言われても他のやつと一緒やかなと思いながら、まあ薬剤師さんに相談されたからとりあえず飲んでみようと。なんだけどあのね、一旦はねちょっと平熱まで下がったんよ。でもまたね薬が切れ始めてきたらどんどんしんどなってきて、もうねその時まあ結構23度ぐらいやったかな外気温。もうそれでもね、もう震えるほど寒くて、マジでプルプル震えるほど寒くて、もう暖房焚いてましたもん、27度とかの。もうそれでも寒いと。でも外出たらもう寒みたいな、寒気がすごい、これは何みたいな、どこの雪国来たのみたいな、そんな感じになりましてね。もうちょっとねトラックから降りて歩くのすらかなりきつい状態になりまして、でまあなんとかその日は乗り切りまして、フラフラの状態でねスクラップ行ってね、もうね体調悪い時ね、まあどんな乗り物でもそうかもしらん
ないんですけど、おフェラーリや、あのねトレーラーってね、あのね、あ怖い怖い怖い、トレーラーってね体調悪いとね全くバックが言うこと聞かんの。まあこれ何遍も言うてますけどね、あのねほんまね笑っけるほどねうまいこといかんの。これなんでなんやろね、やっぱしんどいから、やっぱこういつもと判断が変わってくるからなんかな、ちょっと分からへんねんけど、まあ難儀して何回も降りたね。まあもともとあの狭いところなんですけど、狭くて暗くて草が邪魔で、ちょっと前に動画にしたところなんですけどね、同じ現場なんですけど、いやほんまあのバール持って出てくる人がおるところそこ行って難儀して入れた思って、もうあかん、こらやばいぞと、もうとりあえず熱を測る前にとりあえず医者行こうと、病院行こうと、クリニック、かかりつけのクリニック行ってね、ほんでもうちょっとしんどいんです言うて、こうこうこうで、あー分かりました、ほんな熱測りましょう言うて、熱測って問診票書いとってくださいって言われて、へいへい言うて問診票書いて書きながら熱測ってたら、ピピピピって言うから、んと思ってなったわーと思ってね、体温計パッて見たらね39度3分、マジかよと、いやそらしんどいわけやと、そらあんだけ寒気するわいと39度はきついなと思ってね、ちょっと怖いね、この4等さん、えらい右寄ってはるね、怖いね、右から失礼いたしますよ、さすがにこれはやばいと、まあもう医者や、お医者さん病院やったんでね、まああとはもう待つのみだと。でまあそこのお医者さんね、絶対ね血抜いてくれる、血抜いてくれるって言い方おかしいか、採血してそれでいろいろ数値見てくれるんですよ。ただあんまり僕ちょっとあんま他の病院行ったことないんであれなんですけど、血抜いて、でそれの血液の数値でどこどこが悪さしてる、あ今こうこうこうやからこういう薬がいいだろうみたいな、そういうのを言ってくれて、まあ結構僕は信頼できるんですね、そうやって数値にして言ってくれるから。ただなんとなくの体感で、あそれやったらこれかなみたいな感じだけやと、やっぱりお医者さんのそのまあ判断なわけですやん、何も僕が説明したとて、まあねそれよりもやっぱりこう数値見て、あーここの数値高いから多分これこれちゃうかみたいな言ってくれた方がやっぱり安心できるし信用できるんで、39度3分って分かった瞬間からもう人間っておもろいもんでね、高熱って分かったら余計しんどなるんですわこれほんま人間ってようできたあるよほんまに。もう家帰ってからマジでフラフラで、玄関入ってリュック奥までもフラフラ、お風呂入ってもフラフラやばいと、これがあかんと。ほんで、とりあえず食欲もう全くないけど、薬飲まなあかんから、多少ないともなんかお腹に入れなあかんから、ちょっと、奥さんに、うどんでも食べる、うどんのやつは食べれるっていうか、いや、うどんすらちょっときついと、ちょっとお粥をちょっとだけ作ってくれって言って、もうお粥とりあえず食って、ほんま、ちっちゃい茶碗一杯分ぐらい。それ食べて、おかわりあるけどいるって言われて、いやもう食べられへんわって言って、ごめん。でまあ薬飲んで、でも歯磨いて、
回何回起きたやろ、もう3回ぐらい僕トイレに起きたんですよ。1回目のねトイレにパッと起きた時ね、もう汗ずくでめちゃくちゃ汗かいてて、わこれはまあ、体が反応を起こして熱下げようとしてるええ証拠や思ってね、まあ、とりあえずねちょっと扇風機や窓開けてちょっと扇風機回してねして、ちょっとまあもう体拭いてねって、でまたあと2回ぐらいなんかねその薬飲んだらようトイレ行くんですよね。まあ、トイレでおしっこ出したらなんか悪いもん出てんねやろと僕は勝手に思ってるんですけど、それね2回か3回起きてで朝起きて、まあね、あまだちょっともしかしたら体調悪いか、いやでも全然いけてるぞこれは多分いけるはずやと思って、ほんで一応朝家出る前に熱測ったら37度7分とかそんなぐらいやったかな。でまあとりあえずまあこれぐらいやったらいけるかなと思って、でとりあえず仕事行って、まあ、車庫向かってで車庫ついて乗り換えて、ほんでね事務所の方南港の方行ってで重量測って、でまたヤード並んで、ね、それでねヤード並んで大体1時間ぐらい空くまで時間があるんで、もうその前にとりあえずなんかご飯というか何か口の中に入れて、ほんでまた薬飲んで、ほんで寝て、でパッてこうね起きたら、あもう全然体が普通やと思って、すぐ体温測ってで36度5分ってなって、ああよかったと思って熱下がったっていうお話です何の話やねんってね、熱出て大変やったよっていう、まあ何にも面白くないエピソードなんですけど、いやほんまねお医者さんにも言われたよ、なんでそんな体調崩すのいや先生僕がそれ聞きたいですわ言って、これ何なんですかね原因って、いやん仕事ドラッグ乗ってるって言ってはったよね、あ、そうですそうです、まあ、あのかかりつけ医なんてねもう過去何回も行ってるから、多分それ運転してるとかなんか仕事のストレス多分関係してると思うよって言われて、あ仕事のストレスですかみたいな、ははーみたいな、まあ、ただ思い当たる節はあるんですけどね、思い当たる節はあるんですけど、まあ、こればっかりは、まあ、仕事のストレスだけなんかなみたいな、ストレスが原因やと思うよって言われて、はあ、僕あんまりストレスためへんと思い込んでたんですけど、ね、まあ、ちょっと気ぃつけてみますみたいな、いやそこの先生ね結構ねフランクに喋ってくれるんよ。まあ、人によってはねこの先生慣れこいから嫌とかなんかこうね嫌がる人もいけるかもしれませんけど、僕結構好きでフランクに何でも気さくに喋ってくれる方が、もうこの数値はこうやから多分これやと思うわ言って、多分前回もこうこうこうでこうやったからまあまあまあほぼほぼ間違いないと思うけど言って、抗生物質強いの出しとくからみたいな、でもしそれであかんかったらこうこうこうでこれ見たいからもう一回来てみたいな、ああわかりましたみたいな、それ結構ねフランクに喋ってくれるんでね、僕も喋りやすいんですよ、だからなんか硬い先生やとなんかね僕もねこう物言いにくいじゃないですけどなんかまあちょっとかしこまっちゃうんで、まあ、そういうフランクな先生がねいいです何の話やねん、いやーほんまね健康ってほんま幸せよ、まあ毎回言うてると思うけど僕ほんま毎回言うてると思うけど健康って幸せやで、皆さん
子供の頃は風邪ひいて学校休みたいとかおもちゃあったでしょ。何、僕も思ってたよ。もう仮病とかして学校早退したこともあったさ。あかんねんなもんしたら、ほんまろくな大人になれへんわ。そんなんしたら僕みたいな大人になりますよ。できまへんねやわて。なんじゃこれ、こっちに入れるんだ。チキって内側攻めすぎた。チキって内側攻めすぎた。あーもうグダグダ。おいさ。はい、ちょっと右に出て修正します。おいさ。
行くわ。